はい、どうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はスカイウォーズいきたいと思います。はい、というわけでスカイウォーズやっていくんですけど、さっきまで統合版マインクラフトのね撮影してて、やっぱね、なんか向こうのスカイウォーズっていうか向こうのマインクラフトと Java のね、このマインクラフト感覚がね、なんか違いすぎて全然慣れないんですよね。でちょっとね PC 版の方がね恋しくなったんで PC 版今実況してます。いやでもね統合版ね、なんかねグラフィックがねいちいち可愛いんでね、そこら辺は気に入ってます。あとなんだろう、ブロックのつなぎ方とかがねなんかすごいんですよ。こう前向いただけでつなげられちゃうみたいな、そこがねちょっと面白いなって思いました。でちょっとこの人行かないかな、早く。 OK、 まあ真ん中行って、多分あーでも行った方がいいかな、そっち。 NOPE。 あー OK、 落ちたね。 OK、 嘘、待って、この人それに刺さるよね絶対。深夜東京の6畳半、夢を見てた。ああ、明かりの灯らない蛍光灯。明日に消えてる電脳上に開幕戦打ち上げて。いなくなんないよね。ここには誰もいない。ここには誰もいないから。はい、でなんか統合版どうなんだろうね、統合版の人からしたらどういう感じでね、なんか Java エディションやってる人のこと見えてんだろうね。まあなんか個人的にはやっぱねこっちの方がやりやすいってのはめっちゃありますね。モッドとかもそうだし、どうなんだろうね、 Java だね、ポケットエディションか、統合版でモッドとか入れられるのかな、それ超気になる。多分モッドとか入れられたらね本当に面白くなりそう。やっぱ操作感がね全然違うんで、どうなんだろうね、多分あの操作がね好きって人もいれば嫌いって人もねいると思うんでね、多分賛否両論分かれると思うんですけど、最悪だなそれ。 OK、 あとはこれでも、はい、というわけでやっていきましょう。でね、まあなんだろうね、これ動画撮るたびに言ってるんですけど、動画撮るときはね基本ね、マイクラをつけたばっかなのでね、初夢で撮ってます。はい、なのでねなんかなんていうの、そんな地蔵とか取ってないのに、なんでランクドダイヤゴールド取れたんですかとかよく言われるんですけど、はい、普通にねランクでやるとかねバリバリエイム合わせてから行くんで、全然ねこのプレイスタイルとは違ってます。はい、ということを伝えたかった。マジ危なー、OK、 そしてさすがにねランクドやるときはねもうバリバリエイム合わせしてやるんで、全然ねこの普通に動画撮ってる時とはね、比にならないぐらいプレイスタイルが変わります。はい。そこをね、配慮して見ていただきたい、普通のこういう実況動画。はね、でしょ。でね、なんか統合版、さっきガードなかったんだよね、全然。だから、ガード切りがね、全然できなかった。あ、この人はニックスキンだな。ニックか。どういう感じなんだろう、強いのかな、長期に。ノックバックツリーズあるからワンチャン逃げられるな、減らしても。いいね、いいよ、そういうチーミングみたいな感じ、アシストみたいな好きだよ俺は。オッケーかな、オッケー、まだいってる、オッケー、あ、出たよ、こういうトラップ怖いんだけど、こういうの。二人まとめて落ちてったぞ。オッケー。あと一人。もう真ん中戻ればね、多分大体いると思うんで。あ、いた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 。真ん中ではないけどね、いますね。まあ見えたんで、もう勝てるかな。なんかミスしない限り大体勝てると思うんで、もう安心っすね、とりあえず。オッケー。危ね、ビビった。もうこういう操作でさっきから死んでるからさ、ちゃんとしたいな。初エイムの悪いとこだよねこれが。やっぱ手も温まってない状態でゲームするのはね普通によろしく。なるほどね、うん、こういうトラップだよっていうのを多分教えるために彼は落ちたっすね。はい、はい、というわけでやっていきましょう。で統合版とか、普通のマインクラフト Java エディションとかね、
やってほしいことあったらね、コメント欄にぜひぜひ書いてください。基本ねリクエストはね受け付けているので、まあ結構受け付けたやつとかねほとんどやってるので、まあなんか要望があればコメント欄に書いてください。なんか面白そうだなとか思ったらね大抵やるんで、はい、ちょっと後ろから来てるの気をつけたいな。メリゲットできたな、でかい。ああもうこういうね、なるほどね、お前だけは許さない、君だけは許さないよ俺は。お疲れ。 OK、 あとはそこいけるな。 OK 落ちてったごめんなさい。というわけでこの人も行きましょう。どんどん行こう。追いつかねー、やっぱスピード同士追いつかねーな。OK、 OK、 落とせた。あとはこの人も行きたい。いやちょっとまずかった。はい、というわけでもう本当に恥ずかしいわ、こういうボンミスプレイして。いやもうどうしよう、今度からちゃんとエイム合わせてから動画撮ろうかな。ダメだね、ほんと。ちゃんとエイム合わせて、手も温めてやんないと、ほんとにね、しょぼいミスしちゃう。それがやだな。しかも、ちょっとね、さっきね、Java エディションでね、統合版やってたんでね、感度もね、おかしいんですよね。なんか、不慣れなところがある。っていうか、この人は落としたい戦うより。なるほど。ちょっと痛い。オッケー、オッケー、もう怖いわー、マジ一戦一戦。まあ、今に関しては統合版やった後のエムだからね。まあ言い訳が聞かないかもしれないけど。オッケー、オッケー。あとはあの人、ストレスでいきたいな、このまま。オッケー、オッケー、強いよ、ちょっと入れちゃった。装備もね、強くすればね、安心感はでかい。あ、奥の人が7か。じゃあ、この人先やってからな。お疲れ。で、ラストっすね、あれで。こっちからいけるか。よいしょ。オッケー、GG。はい、というわけで今回はね、マインクラフトスカイウォーズ、やっていきました。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。面白かったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。あとね、Twitter をね、概要欄に貼ってあるのでよかったらフォローしてください。というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。